NV は日産自動車が北米で製造、販売する貨物及び常用のフルサイズ版である。2010年3月10日にアメリカで開催されたエンティアワークトラックショーで発表された。2011年1月19日より北米日産キャントン工場で生産が開始され、同年春に2012年モデルとして販売が開始された。日産はこの NV で初めて フルサイズ版のカテゴリーに参入した。NV 以前に北米市場に投入された日産の版はキャラ版の輸出仕様であるアーバンがあったが、販売はメキシコのみであり、アメリカ、カナダに投入される日産の版としては、この NV が初めてである。なお、メキシコではアーバンの後継者にあたる。プラットフォームは、 フルサイズピックアップトラックであるタイタンと同じであるが、平らな荷台を確保するために、大幅な改良が施されている。NV は、フォード E シリーズや、シボレーエクスプレスを導入している。フリートユーザーはあまり重視しておらず、それよりも、今までピックアップトラックを購入していたような個人ユーザーを、販売ターゲットとしている。NV1500 スタンダードルーフのみ。 最大積載量 1175kg。1500とは、積載量を示しており、非公式に、ハーフトンを意味する。4.0リットル V6 エンジン、17インチスチールホイール、VDC などを装備する。NV2500HDHD は、ヘビーデューティーの略。スタンダードルーフ、または、ハイルーフ。最大積載量 1425kg。 2500は、非公式に3クォータートンを意味する。4.0リットル V6 エンジンが標準で、オプションで5.6リットル V8 エンジンも選べる。17インチスタイルドスチールホイール、VDC などを装備する。NV3500HD スタンダードルーフ、または、ハイルーフ。最大積載量 1780kg。3500は、非公式に1トンを意味する。 5.6リットル V8 エンジン、17インチ、スタイルドスチールホイール、VDC などを装備する。NV3500HD スタンダードルーフのみ。4.0リットル V6 エンジンが標準で、オプションで5.6リットル V8 エンジンも選べる。324通りのシートアレンジが可能で、最大12人乗り。8エアバッグ、撥水加工クロスシートなどを装備する。 ありがとうございます。